日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、というわけで本日はこちら、セブンイレブンの商品5品を食べていきたいと思いますね。ちょっと声が変かなと思ったかもしれませんけど、実はこれマイクの設定失敗してて音声が取れていなかったのでアフレコで対応しています。申し訳ございません。ほんとこういう時ってやらかすんですよね。自分情けないと、まあちょっとぼやきが入りましたが、改めてこう今日食べていくのは、照り焼きチキン卵サンド、サイクルミーチョコレート、チキンカツデミグラスソース弁当、タレまぶしおむすび、マロンショコラ、そして今手に持っているサンラータンメンです。サンラータンメンの刺激じゃないわ、酸味が鼻をついてくるな。トマトが入っているのであっさりいただけそうです。それでは食べていきますね。おっと、麺に染み込んでる。わわ、チャンネル登録よろしくお願いします。さて、ずる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 進んでいきますよ。いろいろ食べられて嬉しいですね。この調子でどんどん食べ進めていきます。だけどサンラータンメン熱いな、やっぱり。やっぱり冷やし麺にしとけばよかったかなとちょっと思ってます。でも一旦おにぎりへ。ちょっとスープが熱いので後で飲みますね。わ、タレまぶし結構いけるかも。うなぎが欲しくなっちゃうのは贅沢かな、やっぱりコンビニだからなと。ねえ、さらにパク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 。わわ、チキンカツも結構分厚いしと、もっといろいろ食べていきたいですね。それぞれの詳細なレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。ですけど申し訳ありません、ちょっとマイクで音声が取れていなかったのですので、今調整しました。最初の方多分アフレコで処理してると思います。で、最初に食べたじゃあ南国酒店、いや酒か酒屋か酒屋か半酒クローズのサンラータンメンは結構酸味が強く酸っぱくて口の中でふわっと広がってきて、うわ、つついてくるなっていうような酸味がありました。なのでさっぱりといただける反面、酸っぱいのが苦手な方は冷めつけた方がいいと思います。で、その次に食べたこちらの照り焼きチキンと卵のサンドは結構お肉と卵の歯ごたえというかボリュームがあって、一つで満足できる商品、タンパク質も豊富ですので、ちょっとダイエットの途中に、いやダイエットよりも体を鍛えた後に食べるといいかもしれませんね。その次にやったのはこちらのチキンカツ弁当ですね。チキンカツは結構大きめで、結構口の中にでうまいっぱい開けないと噛めないのですが、それだけお肉の旨味がぎっしり詰まっていて美味しかったです。その次のこちら天たれまぶしは噛み進めていくと天たれのちょっと刺激のあるしょっぱさが染み込んだお米からよく広がってきて美味しかった。で、その次こちらのプロテインクランチチョコビターはザクザクという心地よい音とともにほろ苦さが口の中を大人の味に染めてくれました。最後に食べたこちらの滑らかショコラマロン、上はモンブランペーストかなと思ってたんですけど、実はチョコクリームでしたね。マロンは下の方にあって、ちょっと思ってたのとは違ったけど、最後に栗の優しい甘さがチョコレートのほろ苦さで大人に染まった口の中をほんのり癒してくれてよかったです。というわけで今日食べた中だとこちらの天たれまぶしが、天たれのうまさが口の中で広がってきて一番美味しかったので、代表として4点とさせていただきます。それでは森林浴、水に濡れるやこの顔を、いや森林浴では濡れないと思いますが、ご視聴ありがとうございました。
コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。